どうもこんにちは、パンドラです。PS4 版プランツ VS ゾンビーズネイバービーンの戦い。今回は PVE モード、グレイブヤードオプスをやっていこうと思います。インプでいこう。しご。この拠点を守る感じですね。このマップは初めてだな。チームバンキッシュでやったことありますけど。ナイス。さあ、ボットを。ボット植えよう。前回プレイした時はフェーズ1だったんですが、アップデートでフェーズ2になった。フェーズ2か、フェーズ2になった。どんだけ改善されてるか楽しみですね。要望としては最後にこうワンみたいに脱出ウェーブをつけてほしいな。今んところまだ2人しかいないんですが、最大4人でプレイできます。あまり出すぎると拠点がお留守になっちゃうんで、もう攻め込まれてますからね。特に海外のプレイヤーと一緒に遊ぶと全員遠足に行って帰ってこないということがよくあります、このモード。だいぶ敵の進行も速くなってテンポが良くなってますね。いいね。オッケー、ナイス。ウェーブ1。あ、1人加わりましたね。マッチングも良くなってんな。これも5ウェーブまでなのかな。製品版では10になったりするんでしょうかね。お、この音楽初めて聞いた。敵はどこだ。なんか音がしてる、こっちから来てる。これ難易度で言ったらこれはノーマル扱いなのかな。1の時は最高難易度クレイジーっていうのがありまして、その名の通りかなりね激ムズだったんですけど、やっぱ難易度が高い方が面白いですよね。お、4人揃いましたね。いいよ。わあ、タンポポがついた。オールスタースペースゾンビスーパーブレイングインプ全員バラバラ。ヒーラーの代わりにここにボット置いてくれてるから、回復ボット。ただ気づけば墓場マシーンの HP は 93% で結構削られてる。あ、遠出に行ってますね、2人ね。もっとこう全方面から襲ってきてくんないかな。あ、来た来た来てる来てる。ナイス、ボットが優秀。いいよ。あ、来てる来てる。こいつら爆発でダメージ与えてくるかな。危険だわ。さあ、ウェーブ2も。ナイス。さあ、あと1人いますね。あれはやってくれるだろう。スペースゾンビが宇宙ステーションになってるね。ナイス。
さあ、ボーナスウェーブ、ハッカパマシンのダメージを防ぐ。125、右上、125ダメージを受けたらダメなんですね。これはちょっと、変速してる場合じゃないぞ。これを守らねば。そっちから来てる。そっちはスーパーブレインズに任せて、自分は正面行くか。来てるよ。今んとこまだダメージを受けてない。ボーナスウェーブを、あ、いた。こいつ硬いんだよな。ヒーリングウィード。OK。 あ、いた。さあ、半分切りましたね。来てる来てる。まだメカ呼ばない。ボスウェーブまで取っとこう。あれ、攻撃やってる。何、あ、いた。いや、死んでんじゃん。一人やられましたね。スペースゾンビがやれたんか。左、あと一匹じゃん。OK。ちょっと待って。OK、ナイス。ボーナスチャレンジ成功。ノーノックアウトボーナス。あえて植えずにやってみるか。ウェーブ4。みんなも経験値を稼ぎたいかもしれないんで、ボットは植えずに。どんぐりだ、どんぐり。くらえ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。それやばい。あー、こんな感じでね、やられても自動出撃があるんですよね。あ、蘇生してくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいね。ツボゾンビが来た。あ、ツボゾンビじゃない。ツボウィード。こいつ硬い、ほんと。この間の目とか足を狙うと直接ダメージを与えられるんですけど。おお、ちょっと待って、シャンパーいるじゃん、怖っ。結構敵の攻撃が激しくなってきましたね。やばいやばい、下のいる下のいる。ちょっと待って、痛い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 。ローズもいる。痛い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 。ちょっと待って待って。いや、これ呼んだ方がいいか。呼ぼう。温存してる場合じゃねえ。落ちた。オッケー。もう残り1匹だから、これはもう次のウェーブで間に合うように。オッケー、ちょうど来てくれましたね。さあ、次がラストボスウェーブかな。あえて今回も植えずに、あ、回復だけ植えるか。ここに回復と植えようと思ったら、スロット始まっちゃった。来い！ボス！一体か、エリート！何これ、初めて出た。これ初めて。
前回なかったこんなの。エリートボスっていうのがいるの？サンフラワークイーン、女王の前にひざまずきなさい。いきなりかい。おい待て。あ、残り時間って書いてある右下。これ意味ないんだよな。でも雑魚が湧かないならかなり楽なんじゃないかこれと思ったら、ちょっと待って、いるじゃん。あ、結構面白いこれ。リンクはこの横に飛びながらの射撃が強いと思うんですけど、エイムが定まらない。サンスポット、ちょっと待って、これストーリーモードであったぞ。サンスポットあったあった。サンスポットを破壊しないではあいつ無敵なんだ確か。これこれ、オッケーオッケー。あと1個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 。この下、オッケー。これ下も行けるんですね、初めて知った。急いで戻ろう。呼びます、いでよ。ゼーメカ、まただ、エネルギーチャージ始まった。また壊しに行かないと。サンスポットどこ？あ、こういうモードもあるのね。これは楽しいな。メカがデカすぎて視野の邪魔。どこ行った？向こうだ。あれは行ってくれてるかな。あ、こっちも湧いたね。音が鳴った。壊れろ！OK！ また下だこれ。機動力がないこのメカは。また下だ下だ。オッケー、あと1個。こっちだ。オッケー、今半分。このサンフラワーを召喚するんですよね。こいつストーリーモードでいたわ。厄介な敵。痛い痛い痛い。なかなか難易度高いぞこれ。サンフラワークイーン。また始まった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 。サンスポット。サンスポット？音鳴れ。どこ行った？サンスポット。あっちか。オッケー。あっちだ。壊れろー。オッケー。あと1個。なんか多くね？やるよ。オッケー、あと1個。オッケー、やれやれやれ。これで倒せるかな。意味ないグレネード。最後にメカ、メカ呼びたい。メカ呼びます。そしてメカの自爆と思ったら倒された。ナイス。いや面白い、これ難易度上がったら面白くなるな。エリートボスウェーブっていいですね。楽しい。君のチームの勝ち。はい、というわけで今回はグレーブヤードオプス
の動画を録画してみました。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。